おはようちゃんか。はい、おはよう。ご飯あげるの？あ、お皿取って洗ってこれからお湯を、うん、いいの？パンに下にいるよ。じゃあね、これもどのくらい取るの？半分にしちゃうと、うん、右こうの方が面白いか。ご飯食べるとこが隠せればいいか。こう？うん。熱くてもあれかな、すぼめない。ここにこうちょっと熱いっすね。はい、はい、バイバイ。はい、かおりんちゃん、ちょっと待ってね。今お皿、空っぽのお皿取るからね。今から見えてるぞ。取っていい？で、お水も取っていい？うん。ポンちゃん、ポンちゃん来たの。はい、どうぞ。あずちゃんはどこですか？どっか隠れちゃったかな。うん。あずちゃんもすぐ一緒にジャン君とポンちゃんのカツカレーを食べるので、うん、仲いいね。外の空気いいですか？ちょびっとだけ PM2.5 ありますけど、それより日に当たりたいね。ご飯もらえるかと思って指の匂いを嗅いでしまいました。まんまと罠にはまりました。はい。はいはい。どう？もう騙されないか。もうすぐできるよ、ご飯。あ、アンズちゃんテレビじゃないや。マックの後ろにいました。あずちゃん出ておいで。そこあったかいけどね。でも今日は寒くないよ。はい、かおりん、お待たせ。はい、おいしいものもらうときにシャアはないでしょう。はい、おいで、はい、で、はいはい、お腹空いてるみたいだからチューでタッピングしといてよ。はい、どうぞ。はい、あ、ご紹介が遅れましたが、今日はいよいよこのご飯のとこだけを目隠ししています。これは今日一日ご飯が隠れて食べられるということですが、どうでしょうか。
ちゃん、そろそろ慣れようかな。その綺麗な白い体をちゃんとこっちに見せてくれるかな。逆光で美しいよ。アンズちゃんのチュールは、これはお薬入りですね。まだ入ってます。ちゃんと食べきってくださいね。まあもう全然大丈夫そうだけどね、うん、だからね、なんだろう、他のものを食べる前にまずあげれば、うん、お腹空いてるし、うん、全部食べてる。ポンちゃん邪魔しないでね。邪魔しないね。ポンちゃん今ポンちゃんの好きなの入れといてあげたでしょ。もうアリコンさんね、ポンちゃん邪魔しないようにしてきたんだね。やっぱりアンズちゃんは首が長いな。あの、ピッコロしたからね、うん、気にならなくなってきたけどね。ポンちゃん、カリカリもあるよ。ポンちゃん、今朝方からテレビの調子が悪くてというかですね、アンテナが見つかりませんみたいなことで、今見られない状態になっています。そこでアンテナ線のチェックや何やらをしていたところですね、アンズちゃんが見当たらなくなりました。どこに隠れているのか探しても声もしません。この裏をちょっとと言ってね、ここがよくアンズちゃんが隠れる場所なんですが、そこの中にもいなくてですね、困りました。アンズちゃん、こんな狭い部屋の中でいなくなるってどういうことですか。アンズちゃん、はい、アンズちゃん発見しました。なんか怖かったのかな。あれじゃない、後ろやっぱテーブルをやりしたりしてたから、はい、アンズちゃん、あと掃除機かけちゃったから ね、 そうだね。外にいる時に掃除機に初めてか、そういえば外にいたことないんだって。ケージの中か、うん、アンズちゃん大丈夫だから出といて。はいね。あ、よかった。はい、ジャン君捜索隊ありがとうございます。ジャン君、あのね、台所のとこの隅の方に影に隠れてました。もういいですよ。大丈夫だよ。はい、抜き足差し足で戻ってきました。あいで、アンズちゃん、あいで、アンズちゃん、そうね、掃除機かけなきゃいけないね。はい、ハンモックの下に隠れました。もう一回掃除機かけるけどね、慣れてね。ジャン君、パンちゃん、そしてまたアンズちゃんはどこか消えたかな。あの、多分裏だと思います。裏に入りましたか。テレビの問題はテレビの設定が、狂っていたようです。狂っていたというかですね、地デジじゃなくて CS を呼び出そうとしていたようです。我が家の場合ですね、 CS も BS も、現状見られません。地デジのみなので、アンテナがつながってないよという反応をしたのはそのせいでした。おかげさまでテレビの裏とか、ビデオの裏とか棚の裏とか、掃除ができています。
ちょっとですね、年内の、引っ越しを前に、いろんなものをこれで捨てようという決心が本格的につきました。鬼の断捨離今日から始めます。